おかえり今日も遅かったねうん起きてちゃ何か不都合だった最近ここの島も治安が悪いみたいだからね取り締まるのが大変なんだろ毎日毎日帰りが遅いから心配して待ってたのあんたに倒れられたら私悲しいし当たり前じゃないか 愛してんだよこの体もこの命も全部愛おしいよだから大切にしてもらわないとねあ私ったら疲れてるのに立ったままで話しちゃってそこに座って。 今から疲れも吹っ飛ぶ話をしてあげる <laughs> きっとあんたも楽しい話だよいいから座んなあんた昨日の夜どこに行ってたんだい昨日は帰ってこなかったじゃないかふん <laughs> とぼけるってのかは この顔のどこがとぼけてないってんだいまぬけな顔してどこに行ってたんだって聞いてんだよなじみの店で飲んでたそれならそうとさっさと言いなよそこに連絡しても構わないって <laughs> 今日もう連絡したよ子分どもにもその店にいるって聞いてたからね先に言えって <laughs> あんたが素直に言ったら少しは優しくしてあげようと思ったんだよ続き気になるかいああ連絡したら店で夜明けまで飲んでたって言われたよ飲みすぎてそのまま店で潰れたって何焦ってんのさやましいことがないなら 堂々としてればいい話だろまちな話は終わっちゃいないよ誰が立ち上がっていいって言った早く座りなあんたは確かに店で飲んでたでも夜明けまでじゃあないよねふんどうなんだい 黙ってないで何とかいいなあんたのこの口はお飾りかいこの口は何のためにあんだい私と口づけするためなんて言ったら二度と口を聞けなくしてやるよ。言えないなら代わりに教えてあげる。 あんたは店にいなかったそうだろなんでって顔してるねあんたに渡したいものがあって古文に届けさせたんだよそしたら店には誰もいなかったってそういうじゃないか店のマスターにも問い詰めたよ金つかませて口裏合わせたそうだね連絡が来たら 店で潰れてたっていうようにでもまさか子分が店に来るとまでは考えなかったようだね <laughs> そういうとこの爪が甘いんだよそのうち足元救われるよ笑ってないでしっかりしな仮にもここのボスだろ ああそうだよ。全部知っててあんたに聞いたのさ。さっきも言っただろう。素直に話したら優しくしてあげるって。なのにこのざまだよ。<laughs> 別に構わないよ。あんたがどこの小娘と楽しもうが私の知ったこっちゃない。あんたのお遊びなんて今に始まったことでもないしね。ただね。 今回は熱の入れようが違うんじゃないかってそう感じてるんだよ。こら逃げんじゃないよこっち来て私の前にここここにひざまずきな。早くしなタラタラしてんじゃないよほら顔上げて。 今から何されるんだろうねあんたのこの頭と体に教え込ませないと誰があんたを一番愛してるかを <laughs> やっぱその怯えた顔たまんないね <laughs> <laughs> ふるふる震えちゃって子犬みたい。 のボスがこんなざまなんて笑っちゃうねその小娘は知ってるのあんたのこの情けない姿をさ <laughs> 一つだけ覚えときな私を捨てるなんて言ったときはこいつであの世行きだよあんただけじゃない 分かってんだろ選択は間違えんじゃないよ。あんたは私のものだからね。<laughs>